カヤーニはフィンランドカイヌー県の地方自治体である。カヤーニ軍に属するカイヌー県の県庁所在地である。カヤーニの北西側にはオールコガーリオウール川を経由してボスニア湾へ注いでいる。カヤーニではスウェーデン語話者数はかなり少なく、市内人口の0.1%に過ぎない。カヤーニ上アートカヤーニは1651年に、 フィンランド総督ブラーヘによって設立された。その頃のカイヌー県は松に由来するタールの主要な産地であった。生産されたタールはオール川を経由してオールへと運ばれ、そこからヨーロッパ大陸へと輸出された。タールは戦隊の腐食防止などの用途で使用された。歴史的な史跡の一つ、カヤーニ城跡はカヤーニの中心部にある。 カヤーニ城は1604年に竣工し、1666年に完成した。城は行政の中心、刑務所、軍事基地及び市民のための避難所として利用されたが、大北方戦争下でロシア軍に降伏を余儀なくされ、1716年3月に城は爆破された。現在、城石は公園として開放されている。石垣は、 迷路のように入り組んでいて、子供たちの遊び場となっている。20世紀初頭、カヤーニを経由し、ヘルシンキとサンクトペテルブルクを結ぶ鉄道が完成すると、カヤーニの工業化が急速に進み、著しい発展を遂げた。発展は、第二次世界大戦直後に最盛期を迎えた。1977年、カヤーニ周辺の自治体と合併し、カヤーニ市となったが、 人口は1990年代中頃から減少に転じている。2007年にはブオリオキとの合併が行われた。1993年にカヤーニ美術館が開館し、フィンランドの現代美術のコレクションを充実させている。1969年に設立されたカヤーニ町、劇場はフィンランドでも名高い劇場の一つである。 2003年にはその都市を代表する劇場に選ばれた。カヤーニ町劇場は近隣の市町村や南フィンランドでも出張公演を行っている。カヤーニで有名なイベントとしてはカジャーニンラナビコやカイヌーンジャスカベットがある。カヤーニで重要な産業は製材業及び製紙業である。フィンランドの製紙会社アップムのカヤーニ製紙工場は1919年に稼働して 以来、重要な役割を占めてきた。しかし、コストと収益性の問題により、2008年末に製紙工場が閉鎖されることが決定した。アップムのカヤーニ製材工場は引き続き稼働を継続する。フィンランドで最大のカイヌー旅団が所属する軍事基地があり、毎年約600人の民間人と4000人の兵卒を雇用している。カヤーニ応用科学大学が立地する。 鉄道車両メーカーであるトランステックオイの工場がカヤーニ南西の郊外にあり、VR の客車の大半がここで作られている。ありがとうございます。